縁那丘陵。手前からなすのが、原、宝木川、縁那丘陵、江川、内川、荒川、絹川縁那丘陵。焼いた市上空より桜市方向を望む。解説付き画像はこちら。縁那丘陵とは、栃木県北部にあり、関東平野となすのが原を分ける丘陵である。塩谷郡、那須郡の境界近辺の丘陵地帯を言い、木連川丘陵とも呼ばれる。丘陵は、 北西から南東方向に全体的に数十メートルの小高い丘が長さ約30キロメートル近、約10キロメートルで連なる。領域は塩谷町、八田市、大田原市、中川町、桜市、高根沢町、那須から須山市にまたがり、高原山を水源とする荒川、内川、江川が流れ浅い谷を刻む。沿那丘陵の南側は、 関東平野で利根川の流域、北側は那須のが原で、中川の流域になっている。北側に宝木川、東側に中川、南側に荒川、絹川が流れる。焼田市の北部山岳地帯を除く、市域、旧木連川町の町域は、完全に、縁な丘陵の中にある荒川、内川、江川沿いの幅の狭い丘陵の尾根の間の平地に、水田が広がる。 丘陵地には多くの公園、運動場、キャンプ場、温泉施設などの施設のほかに、ゴルフ場に最適ななだらかな地形であるため多くのゴルフ場が立地している。八板市、片岡地区は全国的にも珍しい幅1000メートルの中に、国道4号、東北本線、東北自動車道、東北新幹線などの交通の大動脈が、 集中する地形的な交通の要衝になっている。各交通機関はこの片岡で、丘陵地帯に入り、関東平野からナすのが原へと移っていく。東北本線は、東京より北方向に向かって、初めてのトンネル、東北新幹線も、丘陵越えのトンネルを通過する。また、特徴的な交通機関として、丘陵の尾根に沿って流れる内川、 荒川沿いの集落を結び古くからの地域の関わりを示すバス路線もある。片岡駅きつ川温泉カラス山駅、遠慮丘陵に立地するゴルフ場は北西から順に以下の通りである。ありがとうございます。